おはようございます。こんにちは。こんばんは。サンロードの花園です。それでは2023年6月10日ですね。ポッドキャストを始めていこうと思います。昨日はですね、ちょっと急遽、急遽っていうか、ちょっと打ち合わせがありまして、ちょっとポッドキャスト配信できなかったんですけどもね。ねえも昨日はですね、その SDGs の打ち合わせでして、うん、まあ打ち合わせもね、もうほんと半年ぐらいぐらいかなって感じだったんですけどもね。ね SDGs のですね、動画もね、撮っておりまして、まだ、まだ2つかなって感じなんですけども、ね、1から17ありまして、あと、あと15か。<laughs> あと15撮らなきゃいけないなって感じなんですけどもね。あの,あのこ、あれ、台本っていうかね、そういうのはあるんですよ。それをね、どういう感じで伝えるかって感じでね。まあ、1本目、2つはですね、もう通詞歌。 でしておりますすけどもやっぱあの歌がねね結構合うんですよ、ね、なんでそれでいこうかなっても思いますしまた流行の歌に合わせてね歌う歌もねちょっと考えていこうかなと思っておりますけどもね、まあ、SDGs といいますとどうしても硬いイメージありますよねなんでねそれをいかに砕けてとていうかね柔らかく伝えることができるかって感じでね、まあ、TikTok ではそういう歌に合わせて配信しておりますけどもね でも SDGs って日本ってね意外と SDGs に掲げられてる目標、ね、それに対しての行動っていうのも昔から、ね、いくつかはしてる部分あるんですよねで日本であの「もったいない」とか、ね、よく言いますよね,ね食べ物をちゃんと食べなさいというかねああいうもったいないという精神ありますよねあれも結局 SDGs に、ね、結びつくって感じなんですよね その他にもね、ゴミもね、ちゃんと分別して、ね、捨てられてる方がほとんどだと思うんですけども、あれもね、結局 SDGs に繋がりますし、そういう感じでね、もう普段の行動がですね、SDGs に繋がってるんですよね、日本人はね。なんで、まあね、結構テレビとかではエコとかね、言われておりますけども、エコじゃない部分もね、SDGs に繋がっていくんですよね。あの普段ね、今 電子決済、電子決済かな、ね。スーパーとか行ってもですね、現金使うことって、自分はもう本当ないんですよね。もう全部スマホで、PayPay、まあ、ペイペイだったり ID だったりって感じでね、そうやって電子化。もうね、これも SDGs の一つなんですよね,ね。なんでもう、今生活がね、もう本当 SDGs にもう結びついてる感じなんですよね。なんでね、本当。 SDGs って何だろうって感じで思われる方も結構いらっしゃるかと思うんですけども結局はねそのまあ昔からしてきた行動の中のいくつかはねそういう感じで SDGs に結びついてますんでそう考えるとね結構ねあの取り取っ組みやすいっていうかね <laughs> えそんな感じなのかなと思っておりますはいということで今後もですねちょっとちょこちょこまあちょこちょこっていうかねこの 1>, 1ヶ月から2ヶ月でね、ちょっと集中して <laughs>、ね、ちょっと15本出そうと思っておりますので、もしよろしければね、ご覧いただければと思います。ということで、本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイ。